皆さんこんにちは。久しぶりの南海レポートですね。この期間の南海の大きなニュースは、なんといっても人気キャラクター、すみこ暮らしとのコラボレーション。先々月紹介しためでたい電車のほか、ラピートの第5編成、そして高野線の一線に編成に、施されています。どれもおなじみ、そして多数のキャラクターが、書かれた、賑やかだけれど比較的淡い色を、豊富に用いた落ち着きのあるラッピングとなっています。これと同時に行われたのが、スタンプラリー。うぷ主も、先々月の課だから始まり、南海本線の駅を中心に、順次集め、堺東駅の観光案内所、堺駅横のショッピングモール、関西空港エアロプラザなど、5つ回収することでもらえる手帳を、ゲットしました。が、せっかくなので全てのスタンプを、集めることに。今回は、その旅を中心に、このしばらくの南海の動きを、お伝えしていきましょう。住吉大社、摂津の国一の宮であるここは、海の守護神でもある、底筒の宇野命、中筒の宇野命、上筒の宇野命、そして神宮皇后を、祀った神社で、本殿が4つに分かれているのが、特徴です。この第3、第4本宮の目の前に、キャラクターパネルとスタンプ台がありました。ここへのアクセスは、通常本線の住吉大社駅、そして阪海電気がメインですが、高野線の住吉東駅から歩いて、5分ほど、裏口から入って参拝することもできます。ここに行ったのは、仕事が早く終わったある日、その後の休日、スタンプをコンプリートすべく、高野山まで向かいました。新今宮駅8時に分発、特急には今回は乗りません。ちなみにこの電車、通常は高野号として運転されますが、12月に入ったことから、林間号となっていました。次の急行は、林間田園都市。車両は6507編成と、6505編成でした。橋本まで行かないので、この電車は流します。そして、次の橋本駅急行が、こちら。と休日に這わずか入用、豪雨区にまで減ってしまった気象列車、2000系ズームカーによる急行です。この日の租税は、2024編成たす2037編成たす2045編成。ちなみに、もう一運用は、2035編成たす2034編成たす2046編成でした。約50分、橋本駅に到着です。ここで乗り換え、ここからは、こちらの2300系ワンマン列車で、山へ向かいます。ここからさらに約50分、極楽橋駅に到着しました。ここの見どころについては、またいつかこの路線の特集を、組むとして、スタンプ台は、ケーブルカー乗り場の横にありました。一言で言えば、鉄道線のホームは、俗の世界。一方、ケーブルカー乗り場は聖域、すなわち仏の世界。雰囲気を乱さないよう、スタンプ台は隅っこにちょこんと、置かれていました。ここで一旦スタンプを回収。ケーブルカーに乗車です。ついに最果ての駅、高野山駅に到着です。キャラクターパネルとスタンプ台は、駅2階の待合室兼資料室の一角に置かれていました。少しお腹が空いたので、感触として柿の葉寿司を、いただきます。この山の絶景を見ながらの、食事、うまかったです。ちなみに、柿
柿の葉寿司自体は、吉野の方が発祥のようで、大和八木駅などでも売られており、近鉄特急のお供に、必須の装備として、皆さんもどうぞ。ということで、スタンプも無事回収したので、下界に戻りましょう。最後のスタンプは、行きでスルーした、河内長野駅にあります。待っていたのは、2300系第4編成。そして、始発の特急高野号、2300系の確定に、乗車です。ちなみに発車直前、2000系が到着。この電車、今日唯一の第運転急行でした。折り返しは、橋本までの電車となります。橋本駅に戻ってきました。ここで、今月の車両のトピック、本線から高野線に移籍してきた8712編成が、登場。一旦、車庫に引き上げる、と思ったら、止まってしまいました。本線上で休憩している8300系を、横目に、227系が到着。なんかいる。なんと、ドクターウエストが橋本駅3番線で、休んでいました。しかし、せっかくドクターウエストと、高野号が並んだのに、撮影者はわずかでした。ウプ主は、特急の後に発車する、こちらの快速急行、8314編成たす8714編成たす8712編成に、乗車です。河内長野駅に到着。この駅は、いつになっても新車が入らない、近鉄との乗り換え駅です。スタンプ台は、改札を出て右側すぐのところに、こちらもぴょこんと置かれていました。これで、すべてのスタンプをコンプリート。カダから始まったスタンプラリー、トカゲに始まりトカゲに終わりましたね。さて、帰りの電車は、こちらも8300系。8317編成たす8715編成たす8713編成、橋本から乗ってきた電車と、同じ、4たす2たす2の租税でした。今月は、8312編成、8313編成、8316編成を、確認することはできませんでしたが、8315編成は相変わらず1051編成との、租税でした。こちらは6003編成たす6027編成たす6021編成でしたね。1051編成たす8315編成は、反対からやってくるこちらです。このほか、6000系関連では、トップナンバー6001編成が、6911編成、6909編成と、組んでいましたね。本線の租税は、取材の機会が少なく、映像で撮ることがなかなかできてませんが、サゾンプレミアムの租税のフリーダム化が、さらにパワーアップしてます。こちらは、8303編成と、軍隊1万2001編成。おっと、忘れてましたが残念なお知らせ、5507編成の、シルバニアラッピング、さらに7509編成の、フロンティアラッピングが解消されていました。これにより、高野線のラッピング電車は、1002編成、そして7521編成のみとなっています。これからも、取材ができればその時に、確認できた編成租税を、公開していこうと思います。今回も、ご視聴、ありがとうございました。それでは、ごきげんよう。